浅井哲彦は、著名な、日本人小党官空手マスターで、日本空手協会、国際日本武術空手アザイ創設者権、チーフインストラクター、日本、空手小党連盟の創設者浅井は1935年6月7日に、愛媛県で生まれた。彼は7人兄弟の最年長で、少年時代、相撲の修行を積んだほか、父親から、柔道、剣道、 柔術を教えられた。12歳の時、彼はボクサーと空手の戦いを目撃。空手戦闘員はキックで相手攻撃を無効し、浅井は感銘を受けた。浅井は1958年に拓殖大学を卒業し、船越義一と中山正都のもとで空手を学んだ。彼は一生懸命訓練し、入寮することを許された。中山さんの勧めで、 ジャカインストラクター養成課程に入り、3年後に卒業を。1961年に組手で、また、63年に形稽古で、ジャカ選手権を獲得。彼はその年の形と組手で、総合のジャカ王者となった。その後、浅井は、空手を台湾に紹介する最初のインストラクターになり、1960年代の後半まで、ケネス・フナコ氏を含む生徒たちと一緒に、 ハワイで空手を5年間教えた。長年にわたり、アサイはジャカ内で盈進し、テクニカルディレクターに任命された。中山の死後、ジャカは政治的問題を経験し、1990年に分裂した。アサイと同僚が一つのグループを形成し、中原信幸と同僚が別のグループを形成した。2000年には、国際日本武道空襲アザイ流と、 日本空手小党連盟を設立。別に、小党館空手で9段のランキングから、彼はまた浄土州で、柔道3段のランクを、重剣道は2段を取得。拓殖大学を卒業し、ジャカ講師同士の関係を、浅井は、公式の立場や連盟に反して、今では大体みんな乗り越えている。とはいえ、そうではない人もいますし、そうでもないかもしれないが、 深く根付いたライバル関係のほとんどが私の仲間の中で起こったと言って嬉しいです。河野枝さん、加瀬さん、田畑さん、庄司さんなどが亡くなったおかげで多くの人が現実に戻ったと思います。明らかにこれは拓殖大学に限らず私たちの国際空手のパイオニアが非常に歳を取っているということです。と振り返る。アサイの健康は加齢と共に悪化し、 2006年2月10日に肝臓手術を受けたが、妻の浅井恵子と娘の浅井星美を残して2006年8月15日午後2時50分に亡くなる。2006年9月1日に東京の五国寺で行われた彼の葬式には2000人以上の人々が出席した。浅井は JKS から死後銃弾を授与され、彼の未亡人とデーウカの主催として成功を果たした。 ありがとうございます。